と思います。何探してるんですか。餃子頑張ってお蕎麦屋さんじゃね。そそか、あんた出かけるままなんだって。そういうこと言うんだから。ちっとも美人じゃないけれど、お袋の味。美味しいんでしたじゃないですか。地元の母さんも昭和42年だからさ。めっちゃ美人。では病院の人が。あ、分かる。あ、もしもし。あ、お電話かかりました。下本と言いまして、患者の親類同様のもんです。ね、あの、ミミコは佐野町にお願いしますね。私が行くまでついててやってくださいね。